ました。第2部のステージを始めさせていただこうと思います。第1部も随分盛り上がりました。ちょっと時間がこぼれましたので、もう早速、サトシンさんにご登場いただこうと思います。大きな拍手でお迎えください。サトシンさんです。佐藤慎二さん、どうぞお越しください。どうもー。再び。え？あ、大丈夫ですか？準備がまだ、あ、そう、それがもう、ちょっとさっき、あ、OK。多分それで声が変わると思います。すいません。よろしくお願いいたします。第1部でも随分とお話が盛り上がりました。盛り上がったんかな、あれ。もう、皆さんにルアーのお話とかいろいろとね。本当はいつもの選手だと、この中に笑いがの渦が起きるんだけど、今日だいぶ真面目です。いや、もう皆さん真剣に一生懸命、お会いしてお話聞きたいので、そう、キューピーフォアボールでの話も聞いたし、うん、聞いてない人もいる。そうですか、もう一回言います。でも知ってる、知ってる、知ってますね。ブログでね、キューピーフォアボールの中でもアルファを飲んでくださいってことね、うん、よかったですね。コウハさん来るよ、来るね、そのうち、そのうち1ダースぐらい、そのうち、ね、1ダースは来んよ、来ない、じわ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 ね。じゃあブログで私もちょっとずつ PR し続けます、うん、多分来る、はい、よく見てるもん、よく見てるね。了解。じゃあ、この暑いのにすいませんね、今日は、はい、こんなとこに。第2部はですね、もう皆さんからたくさん質問を、いただきましたので、早速答えていただこうと思います、はい、順番に、はいはい、ではちょっとおかけいただいて、もういいですか、はい、全然いいですね、はいはい、まず最初、桑名市の谷口さん、ひとみさんからの質問です。コンバットクランクを買うなら何色がいいんですかと。一部でもちょっとね、いろいろ色の話してもらいましたけども、そしてジャーキングでフロントフックに糸が引っかかってしまうのは下手なんですかと。でコンバットクランクを巻くスピードは、また巻くエリアはどうですかという質問、4つに分けていただいておりますけども、まず1つ目の質問、コンバットクランクを買うなら何色がおすすめですかということで、26歳の女性。難しいね。え、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ひとみさん、ごめんなさい、ずっといていただいた方、谷口ひとみさん、桑名市から今日お越しいただいてありがとうございます。色は、まあ、色、さっきも言ったんだけど、うん、琵琶湖メイン、まず基本的には自分がパッと見た時にこれいいなっていう色がまずメインです。で、うん、もし迷ったらダモンデシャットっていう色があるんです。ダモンデ、ダモンデシャット、ダモンデシャット、うん、あの今日ちょっとね、まあ、知らん、持ってるダモンデシャット知らん人はおらんと思うんだけど、はい、これダモンデシャット持ってらっしゃいますか。ダモンデシャット持ってると、うん、ダモンデシャットは何が言ったら、これあの威嚇系ナチュラル色って言ってね、全部の総合して作った色なんですよ。派手な地味なんだけど、うんうん、一応その中に秘めた要素があるんです。これ一つあると、まず、迷ったらもうとにかくもう迷ったらこれ、もう濁っとるとかそんなこと関係なしにこれ、はいはい。であとは、うん、こういうなんていうかな、マット系の色、別にこのマット、これマットホットタイガーというのマットレッドホットタイガーというのもなんだけど、こういうマット系のやつはなんでいいか言ったら、そのルアーのシルエットをいかなるシチュエーションでも表現できることです。この形をぼかさないというか、形そのものをあのずっとこの形であの見せてるというか、ちょっと難しいんですけど、そういった形的に常に残したいための色合いなんで、こういう形的に出す色と、あとは逆に言ったらこう光る系の色、まあこういうのであったり、まあなんかあの一応お話いただいた、こうなんだろう、こう存在感のあるというかアピール力の強い、うん、存在感があるのは確実にこういうシルエット、あのボケない、水が濁っとろうが暗がろうが、この形を常に残してる。だから夜やる方なんていうのは
あの夜に色なんか関係あるんかよって言ったって色自体は分からへんんですよ。形を表現したんで形のはっきりするやつなんで黒っぽい色とかもうとにかく色が光るとか透明じゃなくてこういうあの塗りつぶしてある系の色を持っとくといいんです。これは全国的に言ってもだからあの霞ヶ浦とか例えばあの濁ったとことか濁ったの池とか行くんだったらこういう何光る色とかうんぬんじゃなくて確実にこう塗りつぶしてある色 を選ぶと。オッケーね。お持ちでした？見てる。まあこの3色とりあえず。はい。あとは光るかこうもう塗り別にホットタイガーじゃなくてもいいんだけどあのこう塗ってあるベタ塗りしてあるようなあの漫画チックなような色合いのやつがあるといいですね。ね。ぜひ。え？マットレッドホットタイガーはね、もともと白濁りであの存在を打ち出すためにあえて作った色がマットレッドホットタイガーなんですよ。これ狙って作ったんですよ。この配色が逆に言ったら目立つというよりこいつが浸透しながらこの形を浮き立たせるためにマットレッドホットタイガーっていうのを作ったんです。これあの検証して作ったやつなんですよ。あえてこれ日本の独特なカラーなんですよ。マットレッドホットタイガーっていうのはこれあえて剥奪した水に一番何がこう存在あって魚が反応するかっていうのを実験して作られたのがマットレッドホットタイガーです。これはだからあのカラー関係ないとか言ってんだけど実際にこのそういうために作られたなかなかそのために作る色ってあんまないんですけどそういうやつがマットレッドホット結構ね、いや、乗り込んでます。で、次の質問がフロントフックに糸が引っかかるということです。ジャーキングでいいんです。下手じゃないんです。逆にいい演技をしてるから引っかからず。あのジャークベントっていうのはこっちが予測してるやつの動きじゃあかんのです。この演技したのが向こうが狂ったようにこっちの維持してることよりルアーの動きが変則的に出る方の方が確実にあの魚に対しての反応がいいんであのそのクルってなって絡んじゃうのは多分向こうでイレギュラーを起こしてるんでそういう演技の方が全然いい。もうしょうがないです。これもう絡む僕のよく絡む。それを対処する方法はないですね。それぐらいルアーがしっかりあのイレギュラーを起こしてるってことだから逆に言ったらずっとあの規則的に泳ぐジャークベイトはもうジャークベイトとしての存在は全然ダメということですね。でコンパクトプランクを巻くスピードとエリア巻くスピードはね、はい、あれです。自分がこう疲れないスピードが一番なんですけどその疲れないスピードっていうのはその竿によっても違うしリールによっても違うんですよ。だできるだけですよ。もっと今からみんなこだわってもらいたいのはリールのギア比にこだわってもらいたいんですよ。みんなとにかく早いリール最近ギア比が高くなってきてるんで7対1とか 7.9 対1とかそのスーパーハイギアと呼ばれるリールを持ってそれであの巻きに来る人おるんだけどあの自転車のギア変速機あるじゃないですかね。あれでも早いギアで最初こいでみるとか全く焦げないですよね。で遅いロースピードでやると最初軽くすごい焦げるのと同じでマック抵抗が非常にないんですよ。だからそのリールによっても違うし竿によってもマックスピードが変わるんだけどその一番疲れないこれだったら引いてこれるかなっていうスピードが多分体で分かると思うんですよ。その遅くしろ早くしろじゃなくてやってて一番こう楽だなっていう一番こう巻きやすいスピードがあるんですけどそれはリールのギア比が変わっても多分あんまりリズムは変わらないと思います。じゃあスーパーハイギアの 7.1 対1のリールでじゃあこのスピードで巻いてみろって言ってもうわこれだったらちょっと重いしな巻けへんわって言って自然にゆっくりになるんでそれはルアーによって巻くスピードも変わるんです。あの抵抗の強いルアーは速く巻けないし抵抗の弱いルアーは速く巻ける。だからこのルアーに任せたスピードで自分が一番こうあこれだったら巻けるなっていうスピードで巻くのが一番いいです。エリアですね。あとエリアはどこでもです。
行ってしまったら無理やりクランクで通してあげようっていう風に思ってくれる方が、やってくうちに、あ、ここで効くんだっていうのが分かってくるの。特に今年はクランクの当たり年なんで、ある程度クランクメインで、探していくと、こんなとこクランクで効くんだとか、結構クランクって絡まんなとか、そういうのが分かってくるんです。今年こそクランクでやり通して、クランクがこう自分の自信になるように持ってく年はないんで、チャンスといえばチャンスです。こんな今の真夏でさえこんなに効くんでね。一応試してみてください。昨日もやっぱ半分コンバットクランク400でつってるんで。そうですか、はい。ということでよろしくですか。はい、じゃあ次いきます。内田さんですね。鈴鹿さん、あ、これえ、こんなんくれるの、太っ腹だね。そうそう、佐藤さんから何がいただけるんですか。うわ、それもサングステンのことだ。なんかこれちょっと色もちょっと違うな、少し似合ってきな。俺プレゼント、アンケートを読ませていただいた方には、はい、これちょっと色違うね。ステインゴールドで金黒に近いね。そんなのあったのみたいな。いや、本当にちょっと違うよ。ちょっと濃い。はい。はい、じゃあ、次、鈴鹿市の内田さんね。S インパクト3の発売はいつくらいになりそうですか、うん、今月1月セントラルで、サトシンさんに聞いたときはまだ未定とのことでした。楽しみにしています。で、あと、今年ウキウキでなかなか釣れません、うん、何かアドバイスお願いします。S インパクト3っていうのはうちの DVD なんだけど、はい、2出てからもうかれこれ2年もう経ってしまってるんです。まだ3年かな、まだ出てない。まだ出てないし、撮影がまだ半分しか終わってないんです。撮影なぜかって言ったら理由があるんです。これS インパクトはお笑い DVD なんだけど、はい、主体はいや、いいんです。それしか、みんなそれを期待してるだけ。それを期待してるんですか。お笑いはもう撮ってるんです。もう撮り終わってしまってて、お笑いというか、自然に、自然体は。だけど、S インパクトは、お笑いなんだけど、はい、必ずテーマがあるんですよ。その、第1回目はウキウキパターンっていう、はいはい。それを世の中に、お披露目したのがウキ。で、2回目は、はい、クランキングジャークって言って、うん、クランクベイトをあえて強制的にジャークしてリアクションで食わすっていうやり方が、うん、で3は、うん、ちょっと強烈なパターンがあるんです、うん、それを好評、それが成功して出すんだけど、うん、今年ウィードが少ないんで、うん、それがちょっとまだハマりない。普通のシーンだったらもう余裕でハマってるんだけど、うんうん、で去年もそれを1日やって釣ってるんだけど、うんうん、40ちょいぐらいのやつばっかだったんですよ、釣れたのが。結構釣ったんですけど、40ちょいだと、ディレクターが、オッケー、出ない。なんか、ちょっと、パッとしないね、みたいな。今の時期にこれ40いくつこんだけ釣ったら、お前、贅沢だぞっていう、その釣れない時期だったんで、それがこのルアーだとこんだけ釣れるんだぞって言ったんですよ、このパターンでやると。で、それを証明するのに、今年にその、が出た時に撮影を多分8月と9月ぐらいに迎え何回かやって、はい、で3が完成。あ、まだこれからね。8月多分冬発売。ああ言いました。本当ですか。いや、もう冬発売じゃないともう発ねボツになってしまう。その去年の分もどんだけ出すのみたいな。じゃあ冬発売ということで、はい、いや、それはすごい強烈です。強烈、だいぶインパクトあるんです。温めて温めてね、ついに完成。このちょっとね、ちょっと驚く釣り方がある。それ釣り方なんですか。釣り方楽しみです、はい、で、ウキウキパターンは今年本当にダメでしたね。やっぱウイードが少ないのと、その濃いウイードにつかなかったっていうのがあったんだけど、この半月ぐらい前から反応やっと出だしたんですよ。だけど先週の火曜日ぐらいから連日、もう今日もそうだけど風が強いんで、うんうん、風が強いとウキウキパターンは効きが悪いんですよ。だけど明らかに反応は良くなってきてるんで、
もう今年遅くなったんだけど今から9月10月は多分なんで何がなんで聞くかっていうのは、とにかくブルーギルが多いだろう、いろいろな魚が非常に多いです。今年過去最高ぐらいに多い。あ、そうなんですか。はい、すごい多いです。もうあの冬からの水揚げだからもうすごいんです。もうモロッコも過去最高、アユもめちゃくちゃ多くてみたいな。だからその浮き気が効きやすいんですよ。競争意識が強くなってくるんで。で今やるんだったらもう時間限定でとかローライトの時に、濃いウィードにブルーギルが姿を見せるとこでやったらウキウキが出ますね。出ます。ここめちゃくちゃ濃いなっていうとこでいいです。もうほらルアー通るんかよっていうとこをあえて狙うと出やすい。あ、はい、ということでございます。内田さん、こんないいところで今日は特等席でね、はい、来ていただいておりますございます。じゃあ内田さんにも、じゃあ佐藤慎さんからなんか次また違い、また違う、また色変えてきましたね。これもう多分これ生産されてないです。あ、そうなんだ。あの忘れ去られてるわだけど、これ多分一生残るやつ、CC プレデターでね、これすごいですよ。また貴重なルアーです。ちょっと待ってください。後ろはよく知りません。じゃあ行きます。ちょっとどんどん行きますね。滋賀県から辻さん、今スピニングしか使っていません。重いルアーを使いたいと思いベイトを検討中なんですが、ズバリベイトの魅力は何ですか。うん、もうズバリベイトの魅力はスピニングだと世の中にあるルアー使えるあの、うん、割合が非常に少ないです。いくらスピニングで硬い、スピニングで太い糸を巻くで、いやスピニングでクランクをずっと巻き続けるかってできないんですよ。ルアーがすごい限られるんですよ。ベイトの魅力はもともとバスフィッシングってベイトタックルでやるもんでルアーが作られてるんです、全部。でも昔僕らが釣り始めた頃、ちょうどあの中学校3年ぐらいにやり始めたんだけど、スピニングなんかなかったですよね、中学3年生から。はい、スピニングなんてのは存在してなくて、で途中からあのフェンウィックっていうと会社からバッシングスピンって言ってバスフィッシングの専用のスピニングロッドが出たんですよ。お、バスフィッシング用のスピニングタックルが出たなって。それ今でこそ絶対使い物なんだけど、 5.3 フィートのカッチカチのスピニングロッドだったんですよ。なの何しに使うんだっていうぐらいの差が初めて出たスピニングロッドです。昔やったからスピニングやりたい人は海用のやつとかの短いやつをやってて無理やりやったんです。だけどルアーっていうのはもともとベイトタックルを使ってやるからこのルアーが世の中にいっぱいあるんで、やっぱそのルアーを使うためにはベイトタックルでないとさすがにルアーを選ばれちゃうというか、これ使いたいな、これ釣れるのにっていうのが使えないんで、やっぱベイトタックルでやってもらいたい。今のリールは精度が高いんで、精度が高い、誰でもその普通に投げれるように。なんかバックラッシュしないのが、あ、バックラッシュしない、いや、ね、バックラッシュは絶対するんですけど、なんか自動でどうだったかな、ね、デジタルコントローラー。あ、そう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 、いや、デジタルコントローラーでバックラッシュしますよ。あ、するのか、はい、しないカスタムキットみたいなのがあるんですよ。しにくいやつが、しにくい、GPI さんでNRC スプールっていうのが出たんだけど、今度それはちょっとしにくいですね。あ、そう、ええ、じゃあそういうスプールキットがあるんですよ。トラブルで悩んでる方はちょっと使ってもらったら、うん、そういうのもあるし、はい、コツが教える人のコツもあるんです。うち子供も、はい、小学生がたまに来るんですけど、小学生、カップル、夫婦、誰でもスピニング禁止なんですよ。もう搭載も禁止、積み込むのもダメ、禁止ね、はい、禁止、持ってること自体もダメ。ダメはあ。で持っていけないね。1回4年ぐらい前に、新婚旅行でうちに来た人なんです、新婚旅行がうち、うん、で奥さん釣り一切したことないです、スピニングとかそういう問題なくて、釣り自体もしたことがある。もうそれ旦那さんのもう本当に独断と偏見、はい、釣りも見たこともない。だけど旦那がどうしても、ね、あれだからって言って2日間来たんですよ。
で奥さん投げたこともない、スピニングの、あの練習もし、もう何にもしたことない、それはできないんですよ。で投げたことないのに大丈夫ですかね、うん、大丈夫、うん、あの、うん、教え方があるんですよ。あの教える人がこのブレーキを締めたりなんかしていろいろこうやってやるんだぞって言ったって、こうやってやるのは分からない人には全く分からないんです、意味が。ここで離すんだぞとか、こういう風に投げるんだぞって動作を真似したってできない。で最初にいきなり多分やるとポチャンブーンブーンってなったら、あのポチャン一回経験するとうわっ、もうその人はまたなるんじゃないかって不安があるんですよ。そうね。でみんなこれ誰もができるやつがあるんです。何ですか僕の教え方は。あのちょっと空見て、で、はい、上に投げるです、上に投げてくださいって言います、だからずっとここ見てこうやって投げてよみたいな言うと、はい、あのどこで話してもこうならないんです。遅いだろうが速いだろうがどこでも一緒なんですよ、はい、これ、はい、ああそうなんです、ね、やったことないかちょっと分かりますけど、はい、上目投げて投げたら、で途中で失速してもとっくにこうリールの回転止まっちゃってないんですよ。ああなるほどなるほど。だから絶対にバックアッシュはしないですよ、よっぽどことでバーンってない、まあ、この時は緩んでる可能性があるんで、ある程度締めてあの空投げさせてたら、あのどこで止めたらいいんですかねじゃなくて、もう勝手に止まってヒューッポチャンってなるんですよ、でそれをやってるとやってるとに誰でもあのここで話していいのかここで行ったらいいのかって言ったら、知らんうちにやってると、こう降りてきてるんですよ、パッて後ろ見ると自然にこう疲れてくるからこう下がってくるんです、その時点で大体こうある程度最初距離は飛ばないですよ、上だからヒューポチャンその辺に落ちちゃう、だけどそこなんとなくなんとなくタイミングがこう分かってくるんです。あれやると誰でも投げれますね。そうですか、はい、やってみます。だからその一番怖いのはポチャンが怖いです。なかなかに難しくてね、私ベートはだから上に空向いて投げたらもう絶対、あのバックラッシュするっていう思いでね、バックラッシュするわけないもんね、もう途中で止まっちゃってるから、あーピューみたいな、こっちでバックラッシュするわけない、ね、の方やってください、はい、ということで辻さん、はい、ということで分かっていただきました。あのベートタックルやってね、あのいやなんと損する、はい、あのいろんなルーは使えんしね。もう何年ぐらいやってみえるんですか。そうですか、はい、またお若いし、ね、うん、全然今からだよ、これからこれからです、はいはい、はい、次はおかっぱりの方で、自分はプロップマジックをおかっぱりでよく使用します。サトシン様どういったシチュエーションでこのルアーを投げていますか。大塚さんからです。あのプロップマジック7号店、うちが初めてそのプロデュースというか、まあ、いろいろプロデュースはしてるんだけど、名前をつけてやったのは初めてなんですよ、去年、はい、でプロップマジックは何をどうしたシチュエーションで作ったか言ったら、餌なんですよ、餌、はあ、ルアーっていうのはやっぱルアーなんですよ、はい、必ず、はい、ルアーはいくら餌に似せようとしたってルアーなんです。だけどそのルアーなんだけど餌により近づけたいなって作ったのがプロップマジック7号なんです、はい、だからマスからしてもプロップマジックを襲ってくる魚っていうのは半分餌だと思ってるんですよ、これ本当に。だから食い方がちょっと普通のルアーと違うんですよ。だから餌が追われてるとか餌を追い込むとかいうとこを通すルアーですね。シチュエーションは必ずそののんべんたらりに平面で何にもないとこじゃなくて、はい、ここ多分餌を追われてくるだろうないつかとか、うん、そういういかにも餌を食うよくこうやって池とかでも、まあ、琵琶湖でもそうだけど、あそこってよくなんかこう追われてるなあっていうか見えるとこをやってるんです。あれよくみんな追われてる時にトップオーダー投げる人がほとんどない、大変。あ、そうですか。トップオーター投げて そいつを食わそうとせん、ほとんどあんま食わへん、全く食えないもん、それルアーやもんね。ルアーですよね、みんな食べてるのは、はい、あれ本物を意識してるんで、ルアーなんかあの時全く興味ないんですよ。トップオーターでこんな演技して、あれトップオーターでたまにラッキーな時に当たるのは、あいつが追随して後ろに違うやつがおる時だけはあれ反応するんです。でも追ってるやつがやめたって言ってこっちに来るやつはまず俺
だけどあれ食わす方法もあるんですよ実際に。だけどああいうとこでプロップマジック投げると、はい、プロップマジックに生きうる魚いっぱいおるんです。ほら半分だいぶインチキ餌、うん、餌と思って使い切ることですね基本は。 餌意識して、はい、だから餌なんでプロップマジックは合わせたらあかんないです。合わせたらダメ。うーんルアーっていうのはこうやって食ってくるんですよ。餌って餌を食うときってあの水槽で多分まあ今水槽でバス買う人はあんまおらへんからだけど、こうやって食うからね、クッカッもうあの こんな風にしないです。ヒュッカッグッ吸って その場でとどまってるんです。わかりますかね。その場でとどまってルアーは違うよ。ルアーは水槽でやったって、うん、バーンってこう、うん、反転するんです。あの引き戻ろうとするんです、うん、これが向こうの能力からするとルアーを襲ってるっていう能力と本物を食ってるの違いがもうその時点で生まれてるんですよ、うん、そうですか。だけどプロップマジックの場合はまずこんなことはしないです。しない。あもうまずこんな風です。もう食い固め餌と思って、うん、こうやって前に押すすこれボーンって。うんだから聞いたらかんです。来たこあーってこうやってやらないです。もうそのままその動作を維持しておかないです。何、巻き合わせ巻き合わせっていうかもう勝手にあ勝手にかかってますみたいな、うんうん、でないと引き込んでないんで合わせるとこうなってしまう可能性が、これはこう引くから合わせが効くんだけど、引かないからそのまま して維持してると向こうがあれこれ餌じゃないやんってなって引き込もうと、それまでやってれば必ず食って入るんです。あれはへえ、まあ合わせないようにということもそうですしね、うん、なるほど。大塚さん、ごめんなさい、大鹿さん、ああ大鹿さんお前でお分かりいただけました。いや多分きっと、いっぱい釣ってるから大丈夫ですよ。プロップマジックいっぱい釣ってますよね、はい、そうですか。はい、釣れるんですあいつは。釣れるんですね。餌なんです。ちょまだ使ってないからちょっと一度試してみてください。はい、うわ、ね、これだいぶマニアックやわ。あマニアックっすね。いやこれ違うこれ何この色の CC プレイヤーで多分なかなか見れないよ。そうなんですか。僕も初めて見たこれ。すごいよ、すごい色、はい、強烈なインパクトある、うん、これいい。じゃあちょいきますね、うん、豊田市のマサさん、イナーシャ92と102の使い分けを教えてください。102をつけていれば最強ですか。これハンドルに GPI のイナーシャっていうハンドル、僕がプロデュースしたハンドルあるんですけど、今度102って長さが102ミリが出たんです。長さ、はい、まあ、92ミリと102ミリってたったの1センチしか違うんだけど、はい、だいぶ違うんですよ。そのつけるとやっぱ使うと違う、はい、その回転のそのなんていうかなスムーズさもだいぶ変わるし、だけどあんまり長いと今度邪魔な時もあるんですよ。だから102をつける使い分けは100こうなんていうかなそのラインスラックを取ったりしてするときは102とか、うん、あとはこう打ったりして引き出したりする。今さっき言ったリールのギア比が7対1とか 7.9 対1っていうのは最初の巻きがすごい重たいんですよ、かけたときに。それを102にすると、うん、その普通のノーマルハンドルよりははるかにこう最初の巻き出しが軽くなるんで長い方が有利っていう感じですね。だから普通に巻いてしたりするとリズム的にいったら92使ってた方がこの回転するなんていうかなリズムが取りやすい。だから102はとにかく強い釣りとかまあ強く出したいとかそういう時に102にするといいですね。ということでマサさんも、まあ、もちろん使ってらっしゃるんでしょうね。ハンドルはとにかくねハンドル変えるとリールが変わるってぐらい変わるからね。違いますか。あ明らかに明らかに違いますか。多分自分が使ってるリールに変えた時にこんなに違うんだっていうぐらい違うんです。もうだからそのイナーシャ使ってる人は一回変えちゃうと、みんなイナーシャになっちゃうんですよ。これ魔力なんです。だから気をつけていった方がいいです。
うちの店でも言うんだけど、うん、1個変えたいんですけどって言ったら、うん、1個じゃなくなるからね、気をつけなあかんよってなみんな間違いなくね、あの、うん、全部になるからね。そう、やっぱそんなもんですか。だけどレール買おうかなって悩んでる人は1回ハンドル変えた方がいいです。このリールこんなにいいリールになっちゃうのかなっていうぐらい変わるよ、うん、ちょっとハンドル取り替えてみると、そうするとちょっと分かるんだよね、うんうん、もう全然全然変わる。違いますか、マサさんは、はい、違いますか、使ってて違いますか、うん、明らかに変わるんですよ、うん、あ、またいい色、これさっき言ったあの、ま、あ、言ったのね白い濁りに効くやつ、はいはい、聞いてない、マットレッドホトタイはい、はい、滋賀県、あー、なんかね、滋賀県からも本当に便利になりましたよね、新名神、新名神、はい、1時間、今日どれぐらいで来られました？1時間ぐらい、1時間、1時間ちょっとかな、ね、便利になりましたよね。だからまあ三重の方とかも、もう新名神でピュッと乗っていただいてね、うん、近くなりましたけど、今日は滋賀からも来て、愛知県ですね、それ、まあほとんど滋賀県、そうですね、はい、たまにあの店様子見に、ええ、1週間2回ぐらい帰らないか、あ、でも1週間2回は行けるんですか、愛知県に、はい、いないと、いくらなんでも、そうなの、はい、いくらなんでも、ずーっと予約にいらっしゃるのかなとか思ったんですか。いや、そんなことないですか。プライベートってあるんです？ありません。趣味は、趣味、海海釣りだけ、海釣りゴルフだけどできない、こんな時間ない、酒は趣味じゃないですもん、あれもうあれはさっき、あの、大丈夫で浴びるほどの、あれ趣味じゃないです、あれはもうあれは生活の一部だから、ね、趣味には入らないです。お水代わりでね、はい、ビールが好きなんです、基本的には、基本的にビールね、わかりました、はい、すいません、ちょっと気になったのでじゃあ次いきます。滋賀県の池本さん、ボート釣りでのポイント探しのコツとかありますか、琵琶湖にはよく行きますということですね。ボート釣りでのポイント探しのコツ、ポイント探し、琵琶湖でのってことでしょうかね。池本さんは難しいな、そのポイント探しのコツ、うん、あうん、今年はもうとにかくね、間違いないのはもう内側に行かないこと、うん、浅い側とかウイドの濃いとことかにあんまり内側に入らないことですね。とにかくさっき言ったここ、きっと水が走ってるライン、流れのラインなんだろうなとか、逆に言うと目でウィードがちょっとうっすら見えるなって言ってなくなるなっていう、だからちょっと水深があるなとか、ただ水が流れてるなの想像下でいいですよ、それはあくまでも想像下で、まずそこを選んでいくんだけど、そこでもおるかおらんか分からへんね。でおるかおらんか分からへんのなんだけど、まずウィードを引っ掛けてみることです。そこのウィー、まあ、とにかく、3メーターだったら4メーター潜るクランクでいいんで、一回、ウィードをわざと引っ掛けてみて、その大カナダモってあるんだけど、今年は特にカナダモが少ないというか薄いんで、カナダモにすごい執着してるんです。これはね、今年だから初めて分かったことです。普通みんなエビモがいいとかフサモがいいとかあるんだけど、エビモとかってそんなにあんまり好きじゃなかったんだって初めて思いましたね。あれはカナダモがあったからエビモが生きだったのことかで、ね、エビモにこんなに魚がつかないことってあるんだなっていうぐらい、非常にそんなに好きじゃないですね。だから大カナダモの青々した大カナダモがぐさりって引っかかって上がってきたら、もうおここはちょっと可能性的に高いなみたいな、うん、でこうクランクとかやってると、こうザクって引っかかって、こうやってバシュってやった時に
ウィードがこう切れるというか、あの外れるところをやると魚多分いてるし、うん、これ外れるとこ、あのガーってやって、あ、ついてきてまったなっていうところじゃなくて、結構こうずっとやっててもこうあんまり引っかからんとこがあるんですよ。今年特になんかそれが目安になりますね。やってみな、うちらでも魚探を見て一応探したりするんだけど、最終的にはその釣りながら、あ、こういうなんかこの切り、このなんか切ってる感じがこういいねっていう感じのとこが出てくると、あ、これ来るぞって思うようになるんで、そういうところも目安になる。はい、でやっぱちょっと深めをやった方がいいね今年。もう明らかにそのレンジからすると3m、4m50ぐらい、うん、その多分季節変わってもそれ変わらないと思う。今の時点でその今のポジション入っとったら、秋になったらもっと水通るとこが好きになってくるんで、今からこの内側に入ろうってなったらよっぽどマニアックな魚しかおらへんね。それを狙うのはなかなか難しいんで、うん、流れのあるとこの3から 4.5 ぐらい、何個でするなら。ホッコは逆に言ったらこれからはあの岸に一番近いとこに見えるウィードがあるとこをやればいいです。ホッコとなんか全然違うんで、もうそういうとこに確実にあの餌から全部が集中して突き出すんで、あるんだけど基本的にはカナダモンがより多い方がいいですね今年は。はい、探した方がいい。だからたまにその普通は違うんですよ。例年でいくとカナダモンあってエビモンが点在みたいな、うん、の方がいいんだけど、今年の場合でいくとカナダモンどっさりの方が圧倒的にストックしてるね、うん、エビモンがあると魚がこうなんていうかな、流れをね止めちゃうんですよ。逆に言うとエビモのおかげで、うん、それを今年嫌ってるんですね。でカナダモは水の通りが非常にいいんで、であとはあの酸素をブクブクしてるんです最近。それがあるからやっぱカナダモに非常に魚がこだわってるというか、すごい住み心地がいいというか、もう本当今年やってみて本当にカナダモ好きなんだ。だからアメリカ人に行くとエビモとか見てもお、いいウィードって言わないですよ。カナダモどこにあるって言うんです。まずもうそれぐらいやっぱり、あの向こうでは、ウィードって言ったらあのそのカナダモを指すんです。ほう、ちょっと安心しましたね。え、よかったですね。ねえ、早く琵琶湖に行こうですね。今日本当に真面目に話してるね。いいんです、それで。何を喋りたいんですか。いやそれでいいんです、いいですか。はい、お願いします。あ、これこんな色あったんだね。まさか、ほんまですか、うん、知らなかったって。ハーフスケルトンブルギル CC プレイザーで、これは俺見たことないね。はい、これ行きたいですね。これ行きたい、これいいですね。高校生ね、いろいろ。じゃあちょっとまだ時間大丈夫かな、あと15分ぐらい。じゃあテンポよく行きましょうか、うん、はい、じゃあこっち行きます。うん、35歳、あ、年齢いいか。お、小原さん、使い込んだボロボロのかっこいいルアーが多いですが、タックルボックスから引退させる目安はありますか。結構使っちゃうね。やっぱ愛着がありますよね。愛着っていうか、これね、まあ、イオケンってやつもあるんだけど、はい、ちょっともうちょっと僕より少し若い子で、イオケンも言ったけど、こう、釣っていくと、うん、使い込めば使う込むほど、はい、ルアーが安定してくるんですよ。安定してくる、うん、ルアーの動きがこう、非常に安定してくるというか、その削られてきたあれがバランスを非常に取ってくるんですよ。これ、まあ、本当これ本当の話なんですけど、そうすると非常にこう密着してるというか、こうフィーリングが最初のスタートよりこう巻いてる感じも非常に良くなるな。でこれ事実なんだけど、あの普通の人は分からないですよ。毎日 やってないから、もう毎日ずっとこんなことやってるとこう引き感良くなってきたねってなるんですよ。馴染んでくるんですよ。だから馴染んでくれば来るほどこっちも釣れそうな気するし、多分安定してくるんで、釣れちゃうんですよどうしても、
ぱ超過につながるんですね、うん、だからなかなか凝らせないんだけど、もうちょっとあまりにもちょっとこれ行き過ぎたなっていうのが出てきた時に、あのじゃあチェンジみたいな。その目安はちょっと葉もあれですか、色がだいぶ、ちょっとこれちょっとやりすぎだろうってなった時に、限界の近いのはないですね。まだまだいけますか全部。いや限界の近いのはもうここにこうやって触ると溝になっちゃってるんですよ。その塗装が削れたんじゃなくて中のプラスチックまでこう段差ができた。これが目安かな。これ紙跡なんですか。いやあのこの針が摩擦でこう折れる時にこの最初は塗装だけが削れていくんだけど、このプラスチックが削れてまだなお一層削れていくとこの段がこうできるんですよ。削れちゃう。そうなるとどうですか、ちょっとあの、動かし方にも変わってきますよね。こうやって触ると分かるんだけど、動き方とかちょっと変わってきますね。でそれの時に目安チェンジです。いや全部取ってありますよ一応。これ触ると分かるけどこう段が、あ本当ですね、はい、その塗装じゃなくてプラスチックがもう削れて、ね、そのもう一個削れちゃったぞみたいな。全くこうなんだろうね、本当色が全然なくなって。だからこれこのコンバットクランクとかまあ色あるんだけど、これ今年さっき出したから多分今年使った分だけです。こんだけで、だから去年分とかその前の年分って言ったらもうそれだけで、だからなんかボックスがいっぱいあるんですよ。すごいでしょうね、うん、だからそれぐらい使うと分かってくるんです。そのこの出しどころはこいつがこれとかなんとかっていうのが。なるほど、そういうことでございます。大原さんですね。はい、そうです。それぐらい使ってみてください、ね、大事にされてるんですね、うん、フワをね。ひばさびさん、うん、はい、鈴鹿市、クランクを使う時のコツを教えてください。ひばさびさん、クランクのコツ。クランクを使う時のコツ。コツっていうのはやっぱりね、一番さっき言ったのはマックスピードなんで、リールのギア比にこだわってもらいたいですね。で今そのリールのギア比にこだわってって言ってもなかなかそのリールのギア比の低いのがあんまり発売されてないのが現状ですわ。シマノさんで行くと遅いギアなんですかって言われたらもうないんですよ実際に。あのコンクエストとかの200とアルデバランの 5.8 対1ってのがあるんだけど、あれがスプール径が小さいんで、あいつがだいたい実質行くと 5.8 なんだけど、1回転55センチぐらいなんで、あの 5.5 対1ぐらいのリールに変わるんで、それぐらいになっちゃう。リールのギア比を変えるだけでクランクが圧倒的にその使えてる気分にもなる。そのリズムが非常に取りやすいんです。一番のコツはもうクランクを使うコツはもうリールのギア比って言い切れるぐらい。だとロッドをそのある程度その柔軟なこうパキパキな竿じゃなくてこう入りやすいようなロッドを使うっていうことです。いろんな種類あるんだけど、クランクが使いやすいリール、ロッドっていうのはいかに柔軟なロッドが、それ食い込みが良くなる、食い込みというかこの抵抗もあるんです。巻いてる時にこうブン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 ってなるより、なんかちょっと少し鈍いような感じで巻いとった方がこのずっとやっていけれるっていうのが、もうずっとやらないとダメなんですよ結局疲れてしまって、そのためにやっぱ道具がまず重要になってくるんで、でコツはもう完全にそのいかにずっとやりきれるかっていうのが一番のコツ。もうやっぱこう疲れて、昨日もしたけど、ちょっと疲れてきたんですけど、いや、やりきらんとこれつれえへんからね、実際に来るからみたいな。で、やりきると疲れ飛んどるんですよ、実際、途中から。だからやりきらなあかん。やりきるために、それに合った道具。だからあんまりじゃあ新たに買わなあかんのかなって、あるんですよ、そういう普通に。これ、
なんかちょっと鈍いんだけどとか、うん、普通のテーパーの普通の沢です、うんうん、それを使うのがやったリールのギア比にやっぱりこだわってもらいたいですね。その7対1で巻い取ったりは絶対ダメです。そんな意識されてました、今まで意識されてました、そういうこと。もっとね、年々そのリールのギア比にこだわってくるはずよ、みんな、うん、うちが世の中の人より巻いて釣る本数が多分ダントツに日本一多いに決まってるんですよ。1年間でどれぐらい、何本ぐらい、何本ぐらいある。だいたい平均すると4000いくつとかなってるんですよ、あのうちのボートでね、うん、4000、うん、それの多分7、8やり方はこのハードベイトで巻いて釣ってるんだけど、まあ、それはやっぱそのリズムを維持できるかできんかっていうのが非常に大きい、うん、うちのみんな常連さんとか乗ってくる人は、うん、全員が全員そのリールを合わせてきてる、その低いギアを使うようになってますね、うんうん、大事なんですね、だいぶ大事、はい、ちょっとじゃあ意識してやってください。はいはい、どうぞ。はい、すいません。じゃあちょっと今レッドリールの話が出たんですけど、16歳高校生奥野さん、高校生はあんまりお金がないのですがね、安くて良いロットやリールって何ですか、うん、1万円から4万円以内でお願いしますってこと。どれ、奥野さん彼高校生、そりゃそうだ、お小遣いね、お小遣いで買って、うん、今そのリールが安いって言っても、リールが安くても高くても言ってしまったらですよ、そんなに良さっていうのは変わらなくなってきてるのは事実。そうですか、うん、その材質が違うとか、はあはあ、その細かい部品が何とかっていうのにで値段かかってるのはあるんですよ。中身バラすとまあまあできいいんですよ、今のやつ。そう言ってしまうとですよ、うんうん、まあ、安かろう悪かろうでも全然ないです。昔はあったらその、うん、今はもう全然ない、リールは特に。ほうで、ロットはやっぱそれなりにこうなるんですよ。だから逆に言うと、その複数本持つんだったら、こう長続きするためにも最初にやっぱりこれずっと使うんだぞっていうやつ、自分が本当に気に入ってこれちょっときついんだけど、やっぱり妥協してこっちにしたっていうやつはやめた方がいいです。どうせ後から買い替えることを考えるんだったら、最初に自分はこれを気に入ったんだなっていうやつがあったら、それを目指して頑張るということです。その値段を云々じゃなくて、あるんです、その例えば例えば3万円台でも2万円台でも、うん、ある程度のもののラインまでは必ず今あるんで、うん、その中でもちょっと背伸びしてこれだったら多分ずっと僕やっていけれるなっていうやつを、うん、しっかり考えて、うんうん、買うのがいいです ね, ね。僕らも最初あったよね、最初に買ったやつ、うん、もうすぐダメこんなのでな、みんな結構あるんですよ、うん、そういうの、うん、最初初めだからいいよこれでって言ったやつは、うん、じゃ初めでいいやつは絶対にポイしてるもんね、うん、変えてるんです、うん、でもそれを考えるんだったら最初にこれ言っとったら、じゃ あ10年使えるな、20年使えるなってなるんですね。いいもの、気に入ったものを買っていただいて長く大事に。理由は本当に言うならば、うん、後々何とでもなるんで、うんうん、カスタムっていう技もあるし、うんうん、何とでもこう変えれたりするし、うん、もう持つんでね、うん、まず壊れるのもないし、うん、今の理由あんまり値段じゃないです。もう不格好だろうが女の子だろうが使うのにあんまり関係ないんだったらいっぱいある、うんねえ、ということです。それが飛ぶ飛ばないもあんまり関係ないと思うよ。実際にうちで今安いリールをカスタムしてやってるんだけど、うん、もう全然いいもんね、だからその長続きできるやつを買っといた方がいいということです、うんうんうん、ね、そうですね、わかりました。ということで奥野さん、はい、
これからなので、はい、頑張ってね。頑張って目指せエバーグリーンですか。それは目指せだね。目指せエバーグリーン。多分高いもん。高いもんね。あ、今日エバーグリーンさんいるから、はい、じゃあ、あと一つぐらい行こうかな。でもこれ一緒だね。そうですね。あ、これだね。人間力これでいきますか、うん。じゃあ一部でもちょっとなんとなくこんな話したんですけど、夏の琵琶湖パターン、うん、さっき言ったんだけどだいぶ言い忘れてるんだね。鈴鹿市のね、カジさんか、カジカジね、彼ね、はい、熱心にずっとね聞いてくれてる。さっき言い忘れたんだけど、うん、今年が強いのはとにかく強いルアーとかって言ったんですか。あの今日朝やりに行って、朝早かったね。いつもそんなに早い時間出ないんだけど、はい、非常に最近あの表層系に意識が出だしたね。さっき言ったサイドステップのウキウキとか、今年出たウェイクマジックっていうのがあるんだけど、はいはい、ウェイクマジック、プロップマジック、この3つに対しての反応は、普通はこの時期はダメなんですよ。なんでかって言ったら夏は表層水温だけが非常に高いんですよ。何度ぐらいなんですか。今30度ぐらいですね。30度、はい、ほー。だけど下の水が30度で走ってるわけじゃないね。下はね、多分ねこの間測ったんだけど24度ぐらいです。ああ、結構あるんですね、うん、温度が。だから今年はまだね、そんなに水温高くないですよ。実際みんな暑い暑いって言ってくれたこれ全然大したことないですよ。今年暑いですけどね。これはこの間までが涼しかったんで、暑く感じてるだけなんですよ。そうですか。平均で測ったら絶対にあの7月の平均いったらものすごい低いと思う。そうですか。暑いですよね。2年前に比べたら2年前なんか地獄みたいな暑さだったからね。2年前猛暑でした。猛暑どころじゃない。そうです。表層が34度が普通に表層でしたね。で触るとお湯でした。お湯状態ですよね。で夏になると表層水温が高いんで、魚が表層を嫌うんですよ。そうですよね、はい。かって多分まあ想像の中ですよ。下に住んどるわけじゃないですか。上に住んどるもんね。下から住んで上に意識があって行こうと言ってる時にぬるとか暑いとか思うからやめちゃうんですよ。それが体でちょっとなんとなく感じてくるんですよ。だけど今年は表層水温だけって、表層水温ってどこまで測ってるか分からへんんだけど、この水温の表層面が非常に多分薄いんですきっと。で下相当居心地がいいです。明らかにもう最近気分がいいもんね、魚の。あ、最近いいですか。ものすごい、この8月の頭とは思えないぐらい、いいですか、魚は喜んでるね。で動き回って非常にこの2週間ぐらいで体型から形から変わってきてるんだけど、食いに走ってるんで非常に表層意識にしてきてるんですよ。ただ問題点は表層は風が出ると弱いんで、風がない時間帯とか、はい、光が弱い時間帯は表層でやる。だから今日も朝はスタートした時は表層からやり始めてやったんだけど、風がもう朝からあったんです。東の風で、真東すごい強かったんで、プロップマジックで最初55ぐらいのが、当たってきたんだけど、もう多分風で少しこうやる気が鈍ったみたいな、そんな感じでしたね。わあもったいねえなっていう感じで、一応こだわってやったんだけど、ちょっとデーモン悪いんで、ダメだなということで、日中は今今年の夏でいくと、とにかくさっき言ったウイルが薄い分、ウイルに対してそのもっと執着してるというか潜ってるというか行動ができるように非常に隙間が今いっぱいあるもんで、長いガムのテキサスリグが圧倒的にハマってますね。これ一番楽です。で今日もこう、最近日中はこの今度出るこのスパインカーリーっていうワーム、まだ出てないんですけど、エヴァグリーンからこれ、うちプロデュースで出る、これまだ売ってないから、長けりゃいいです、実際。なんで長けりゃいいか言ったら、その、物体をず常に見ておきたいんですよ。こう隠れたらあかんさ。昔は夏になると、こう、打って、ウィードの中に落とせとか、
中を隙間を釣るとかなんかやったんだけど、今年はそんなことやったらなんです。活動的なんで。ああ、動き回ってる。潜りたい、見つけたい。だから隠れたらかな存在。長いワームだったら隙間を通しても出てこれるし、存在がずっと常にある。だから進化を重くしたりするともダメなんです。軽い進化で、まあ、軽いって言って、今 5g ぐらいだけど、 5g ぐらいでやってて、長屋も行ったらウイドに突っ込まずにウイドの隙間とかウイドの上をずっと歩いてこれるというか、それに対しての反応がもうすごい。そうですか。で今日だから朝その村上君とリンカとやって、リンカはこれしときって言って、5時ぐらいに捨てましたね。すごいですね。朝 2時間ぐらいでした。そうそう、だからやり始めたんだから、リンカさんと村上春彦さんと、はい、パタタッと釣っていただいて、サクッとこっちに来ていただいたんですね。僕は釣ってないですけどね。ね、釣らして。いや、釣らしてなくて、ね、まあ、釣っていただいて、あの、まあまあ釣る人なんで、まあまあじゃない、めっちゃ釣りますから、はい、だから非常に動作も云々も簡単なんですよ。その長いワームはどうやって使うんですかって言ってよく言うんだけど、どうやって使うんですかって言うけど、もう引きずってね、こんなことやったらかん。なんかこう集中していくみたいなね。みんなこうよく動かすんだけど、ね、動かしたらかんさ、せっかくその存在を自然にツルルとこう言ってるのを動かしてしまったら、あえて何かに引っ掛けたりとか、あえて何かをそのコンタクトさせたりすると、その不自然さに伝わるんです。あ、そうですか。本物の魚とか本物の生き物なんてあんな動かへんもんね。うちはとにかくラバージグでも何でもそうだけど、まあリアクションは別ですね、羽は別としても、ラバージグでもアクションしずにズル引きなさいって。もう自然に自分でゆっくりズル引く、はいはい、これでこの人たちが演技してくれるわけです。これ代わりに出るだったらある程度後ろはこうなるけど、ストレートでも水圧抵抗でなんだかこう自然に動きが出るんですよ。モゴニュヌとかこのボヨニュンとか、だかその演技だけでいいんだけど、その存在をあえて強調したらかんです。もう自然にウイードの上を通すとか、ウイードの隙間を通す。これ日中はとにかくそうですか、当たりがある程度続くっていうか、ある程度のその暑いなぁ、これどうせあんまり釣れんだろうなぁ、うんうん、風もないなぁっていう時は、今年の夏はこのライトテキサスやっていくのが一番安泰。もう任せるってことですね、この具合。その時間帯に、クランクで釣りたいなと思ったらいかんです。快適になりますよね。うちも本当は巻いて釣りたい、日中でも巻いて釣りたいけど、今年はとにかく無理したらいかんってことだよね。無理は絶対いかん。人間的にはつらいなこの時間帯はなっていう時はもうテキサスリーグ、長いワームのテキサスリーグをやっていくのが一番。もうそれに我慢する、もうしょうがない。でなんか日差しが弱くなってきたなとか、ちょっと風強くなってきたなっていうタイミングでこの我慢をやめて、クランクなりヒクルワーでやるみたいな。で今年3年ぐらいぐらいにそのラバージグのリアクションが効いてるんだけど、それも我慢のうちに入るんで、ラバージグをシャクル、あれみんなこうやってなんか思いっきりシャクってるけど、あれ思いっきりシャクる意味全くないんでね。あれ要するに高く上げればいいんで、よく見てるとちょっと失礼かもしれんけど、お客さんとこうやって乗ってやってると、もうすごい課題にこうやってやってる人おるんですよ。もう一生懸命みたいな、頑張り3回ぐらいこうやってってやってる人、はい、あの何の意味なんですよ。そうなんですか。要するに高く上げて、要するに落ちるのを向こうに気づかせてるだけなんで、上げるときにこんな極端にしたら、逆に言ったらこう、うわ、なんやって思う魚のが多いんです。見切れる。だから本当は滑らかに上に上げます。滑らかに上げた方が上がるっすね。こんな感じで、でやると、だいたい1メーター50ぐらいは、ボトムから上がって、それがヒューって落ちて、これを見てるんですね。ヒュー、下から上を、そうそうそう、下から上を見て、あ、なんか落ちてきたなって、それについていくんです、こう。ああ、
でリアクションのラバージギングが、うん、4、5年前に流行った時と今の能力とはちょっと違うのは違うんです、うん、あの人たちもそんな演技が派手なやつは、うん、多分そのずっと見てきてるんで、うん、ちょっと慣れに来てるんですよ。わかるその4、5年前の時は明らかにしゃくって落ちる時にコンってきてかかっとったんですよ、はい、あんま今おらんすね。あ、そうですか。この落ちる時にクンってくるやつはあんまりだいぶ減った。はー、今そのいい落として次行こうかなって思った時に来てるんで、この落ちた時に行ってますね、うん、で最近みんなそんな感じだから、こうまずこう一応上げて落として次に、あの落ちたからすぐ行こうじゃなくて、そこで一回こう待った方がいいです。一瞬待つというか聞く。はあ、すぐ上げるんじゃなくて、はい、聞く、ちょっと聞いて、ちょっと聞いて、そしていないなと思ったらまた上がります。これ疲れる釣りなんで本当にこんなやらなくていいです。本当にもうシュンシュン上げてヒューで聞いてみて、おらんな次行く。なんていうかな、表現力って言ったのがそれになってるんです。だからクランクベイトが強いのも、クランクベイトは上からリアクション来てるんです。こうぐるぐるぐるゴンヒャーっとここ演技で、これが一瞬のリアクションです。ラバージグはその落としていくのがリアクションで効いてるんで、とにかくリアクションとか長いワームとか強いルアーとかが今年はハマってるのが、夏は普通はそういうわけにはいかないのに、夏も続いてそれになってるんで、その釣れない時間帯は長いワームのテキサスライトテキサスリグするか、ラバージグをしゃくってなんかこれ釣れそうな雰囲気のなんか光が下がってきたなとか風吹いてきたなと思ったら、ある程度のところでクランク引くのが一番王道ですね。だからこの3日間はずっとそれでやってるんで、だいたい毎日25本ぐらいで半分以上がまあまあ40いくつみたいな、うんうん、ね、サトシンさんのブログでも、はい、ね、見せてもらってると、それは先週にはできなかったんですよ。先週はその我慢の展開がどこでハマるのかもわからなかったんで、その基本的にテキサスリグとかやると、その普通の時だと多分3投ぐらいでちょっとイライラしてくるんですよ。もう、やってられねえなぐらいになるんです。だけどもクランクしてその釣れない時間にクランクなんかしたら、よりなんかもう疲れるし、釣れないなんかこう釣れないイメージが出てくるし、だから花から諦めてやらないってことです。無理にこれ俺今日クランクで釣りたいんだなって言ったって、そんなどうせ釣れん時間帯にそんなことやってもダメと。だけどその例えばテキサスリグとかラバージグが釣れてるときに状況が変わると、同じところでハードウェイト巻いたりする釣りが効くんで、とにかく1匹釣ることです。1匹さっき言った40いくつが1匹でも釣れたら、そこにちょっとこだわってルアーだけを回していくっていうのが一番です。うん、1匹釣れたら周りに30本ぐらい出るっていうことですね、はい、だからその夏を、この種の夏を乗り越えるには、はい、その日中の、ね、これは良くないなって時間帯はテキサスリグとラバジコをしゃくるのにして、はいはい、で巻いて朝夕ローライト、雰囲気いい時は表層、まあ、ウェイクマジックがいいですね。プロップマジック、ウェイクマジック、はい、ちょっとじゃあぜひぜひね、まだ暑いし、まだちょっとこの状況、いやもうこれそのまま続いてあと良くなってくだけなんで、良くなってくる、はい、はい、もうはっきり言って夏って、まあ、多分今年あんまないね。もう8月ボーン過ぎると変わります。日照時間が短くなるんで、はい、人間や魚の方が早くこう秋の行動に移って、こう食い気が出て、またより一層食い気が出てくるんで、はい、なるほど、はい、ということで楽になるですね、今からは。カジさんでよかったかしらね、はい、わかりましたね、よかったですね。あ、これ私の手を渡したらダメ、はい、ということで、はい、ということでね、ちょっとたくさんいただいたんですけど、もう紹介しきれませんので、うん、
ションコーナーはごめんなさい、もうこれぐらいということで、いっぱいあるんですよね。じゃんけん大会、じゃんけん大会いきますか。素晴らしい商品があるらしいんですよ。すごいですよ、オーバーブルバブリン、すごいです。さあそれでは、じゃんけん大会をさせていただいて、商品の方をねどんどんお渡しさせていただくんですね。はい、はい、それでは準備の方ちょっとさせていただきます。はい、あとまず10個出ましたのはアトリエさんからのプレゼントということでございます。10人ですか、10人ですね、10人。じゃあ、じゃあ立っていただきまして、じゃんけんぽん、さとしんさんとじゃんけんしていただいて、負けた方と相手の方が座ってっていただいてお渡ししましょうか。それでは行きます。スタンドアップ起立してください。普通のじゃんけんでいいですかね。何が違う、いやいいですよ、こうやってじゃんけんってあるんですよ。ない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 、うんね、はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽんでいきましょうか、うん、さあ行きます。それでは最初はグーじゃんけんぽん、グーの方、じゃあグーの方だけ立ってください。グーの方だけ、いやもう10人ですけど、はい、はい、10人もう、はい、とりあえずもういいんじゃないですか。とりあえず 1,2,3,4,5 人ですね。はい、はい、じゃあもう5人の方お渡しさせていただきましょう。どうぞ取りに来ていただいてお渡しいただきましょうか。はい、はい、おめでとうございます。さあそれではあと1人で、あ、待って、はい、どうぞ、はい、はい、おめでとうございます、はい、すごい、先生ブロックバスするんですね、うん、じゃああと3つ行きました。何か次つけます、行きましょうか、はい、はい、じゃあ次出ます。じゃーん、エヴァフリーさんからですね。何人ですか。10人です、10人です、10人に、こちらですね、ルアーの方のセットですね、こちらの方をプレゼントさせていただきましょう。それでは行きまーす、ご協力ください、行きますよ。最初はグー、じゃんけんぽん、またグーの方多いね、もう一回行く、そう、じゃあもう一回行きます。最初はグー、じゃんけんぽん、チョキの方だけということで、あ、前のお二人、そうね、あ、3人いらっしゃいました。はい、強いですね、どうぞ、はい、じゃあもう一度行きましょう、たくさん残ったので、はい、じゃあもう一度行きまーす行きますよ。最初はグー、じゃんけんぽん、グーの方パターンが読めてきた、もう一回行きます。最初はグー、じゃんけんぽん、パーの方7つ、1,2,3,4,5,6,7 人です、7人分なのでいいんじゃないでしょうかね、はい、どうぞお越しください。はい、はい、おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ次行きます。ちょっと僕説明するの忘れたから、ロットの説明だけさせてくれるのかな。じゃあ次はその後でエヴァーグリーンズ、ちょっとだけ、あ、そういえばせっかく持ってきとって何も説明もしてないんで、ロットプレゼントがあるので、えいいの、はい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 、じゃあエヴァーグリーンさんのキャップとルアーですね、セット、3人いきます。それではいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽん、ほらかちょっとよかったいきますよ。最初はグー、じゃんけんぽん、パーの方3人、残念、1,2,3、あ、はい、もう決まりましたね、はい、1回で、おめでとうございます。はい、よかったね、たたーん、はい、はい、はい、たたーん、ぴったりだ、ぴったり、はい、ぴったり。じゃあ次が4つです、プラグのセット、これプロップマジック、さっきの、あ、さっきの宣伝したので、うん、すごい素晴らしいルアーです。これは場所問わないからね、はい、別にビヨットじゃなくてもどこでもいい、どこでも使っていただけるというルアーのセット、全国狙ってるルアーなんで、はい、じゃあ4人いきまーす。それでは最初はグー、じゃんけんぽーん、グーの方
もう一回いきます。最初はグーじゃんけんポン、パーの方 1,2,3,4,5、 もう一回いく、じゃあもう一回、もう一回いきますか、うん、じゃあ最初はグーじゃんけんポン、グー、じゃあおめでとうございます。残った方お越しいただきましょう。はい、おめでとう。これはもうちょっと、はい、おめでとうね。するのはあれなので、もうどんどんいきます。ルアー買います。はい、こちら、どこすか、これ楽しそうなルアーですね。どうぞ。じゃあ次4名です。ルアーの設定いきまーすね。いいですか、これさっき言ったサイドステップ、これサイドステップ、ウキウキパターンが、ウキウキパターン、うん、今から、はい、まだ今から秋のウキウキは非常に来るからね。もともとは秋なんですよ、ウキウキパターンっていうのは。はい、じゃあもうこれからぜひ使っていただきたい、はい、まあ DVD 見たら分かる、はい、S インパクトゴールデンの1がエクイキパターンの解説みたいな、はい、解説で、じゃあそれをご覧いただきつつ映っていただきましょう。それではいきます。4名の方です。最初はグーじゃんけんポン、チョキ、あれ痛くないですか。あ、いやまだですよ、ね、じゃあもう一回いきます。最初はグーじゃんけんポン、ああ、ご夫の方、おめでとうございます。はい、どうぞ。これからの秋にもルーラーを使っていただけるという引き方で釣ってください。おめでとうございます。それで一旦も引きますね。次は、あ、なんだこれは、はい、ではあとエバーグリーンさんのクリーナー、すごいんですよクリーナー、うん、これクリーン、これクリーナーすごいんですよ、これ、はい、おクリーナーや特許ですよ、特許、うん、特許出てる、なかなかないじゃないですか、いや、ない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 ね、はい、エバーグリーンだけ、ね、エバーグリーンだけ、エバーグリーンだけ、すごい、これすごいんです、これ何をする、うん、いろんな汚れ取るんだけど、はい、本当にこういう、例えばこれあまあ手垢とか、はいはい、こういう革のいいシートとかソファーとかあるじゃないですか、家庭用の、うん、ああいうやつとかもこれやると取れます。ほんで害がないんです、これは。地球に優しいエコな。そうそうそう。これもともと何か言ったら、造船場あるんですよね。普通造船場の造船して塩って油だらけにしてやって、あれ最後に洗い流すのにこれを使う。そのまま海にこう流せれるっていうやつで特許が取れてるんです。強力で海にも優しい。人に優しいってことですよ。人に優しいですね。はい。はで、これ今年出した、さっき言ったブロックマジック、楽しくなってきましたよね。これテストの時にインチキ君2号って呼ばれとって、はい、こうルアーを隠しとったやつです、これが、はい、インチキ君、うん、めちゃくちゃインチキなんですよ、めちゃくちゃインチキ、なんでかって言ったら、これ実話なんだけど、テストしてる時に、はい、バレたやつが、はい、もう一回食ったんです。すごい、それはバレたって軽くバレたんじゃないですよ、ちゃんとファイトして、押し切ってくれず、あ、バレたって言ったやつが、そいつが、ボタンって言ったら、そう、本当に見えてるから、そいつがまたそいつを食った。そんなこと普通、ルアーってありえないやつ。だってもう、痛みを言ってファイトしてるんですもん。そういえばね、3回あったんですよ。3回も。もっと驚くのは、1回だけ、2回バレたやつがもう一回来たんです。普通2回もバレへんだけど、2回バレ、たやつがもたくあかんわと思ったらまたそいつが来た、すごいです。だからそいつここら辺ボロボロになった、うん、だから騙したつるから、これすごいですよ。だから一回スイッチが入れたら、こいつを絶対にこう自分のものにしなきゃ、また壊せるっていうね、収まらないぐらいなその威嚇能力を持ってるんです。すごい、これ本当にすごいですよ。だから今いろいろなとこでだいぶインチキ入ってるんです。インチキね騙してね、でリアコは今年放送の釣りが遅かったんで、リアコ界隈ではこう今なんかこうじわじわと来てるのがわからないんだけど、一般のそのいろんな全国的なフィールド行ったらもうすごいこれやばいことになっちゃってるんです。ですか。わ、これも絶対一回ちょっと使ってください、うん、じゃあこれをつけてプレゼントしましょう。4名の方ではなくて4名の方ですね、ごめんなさい。さあそれでは取りたいですね、いきましょう。最初はグーじゃんけんポン、パーの方残っていただいて、ではもう一回いきますよ。最初はグー
じゃんけんぽーん、グーの方、ちょっと多いな、もう一回いきます。最初はグー、じゃんけんぽーん、パーの方、おめでとうございます。じゃあお二人、トゥージュとお二人渡します。よかったですね。これよかったね。はい、映ってください。はい、まだまだあります。すごいですね。あ、かっこいい T シャツとルアーのセットですね。こちら行きましょう。お二人です。エライフ取ったらね、まだあるの、こんまだあるの、すごいね。じゃあもう行きましょうね。これ今日来てない人損してるね。ねえ、だから俺ブログに書いてんです、あの、うん、来たら得するから。本当ね、だって今日ユーストリームズでもあれ配信中で、今焦っても仕方ないけどね、はい、見てる方ね、もったいない、もったいない。じゃあ行きますよ。俺に会いに来るより、これも、これもこういう人がいいよ。そのぐらいの勢いでいいや。この方がどれもいいみたいな半分。最初はグー、じゃんけんぽーん、グー、最初はグー、じゃんけんぽーん、チョキー、最初はグー、じゃんけんぽーん、グーの方、あー、3人ね。3人、4人。あ、4人いるね。え、5人はね。もう一回行こう。それ行きますね。最初はグー、じゃんけんぽん、グー、あ、一人、はい、あ、強い、お一人残った。はい、じゃあお一人にね、ちょっと勝負がいいのでごめんなさい、すぐすぐ行かせてもらいますね。はい、お、ルアー3つセット、これは1名参ります。こちらになります。で、この去年だとこのロイヤルフラッシュジュニアって7月ぐらい、夏前ぐらいからやたらに反応良かったんだけど、はいはい、すごい、今年はその表層が悪かった分、はい、ちょっとなかなか出番がなかったんだけど、うん、これも今から今年秋になると確実にこれ反応するんでね、これまでは僕は言わせるんです、この大きさは、うん、あ、ここまではいいと、あのビッグベイト禁止なんで、うちはね、ビッグベイトも禁止だそうです。これギリギリ、これギリギリ OK ね。じゃあこれ持ってきてください。それではお一人の方いきましょう。最初はグッ、じゃんけんぽん、パーの方、最初はグー、じゃんけんぽん、パーの方、あ、いいよ、さあ二人ね。最初はグー、じゃんけんぽん、お、強い。結構持ってってますね。はい、おめでとうございます。これ良かったね。えらい太っ腹だね、これちょっと。まあ、これまたエバーグリーンさんだけど高いんでしょ、このバッカー。高い高い、もう。すごいね、だんだん商品良くなってきますよ。これ本当にあれだよ。あの、買うときは買ってね、うちに会いに来るにより、その、うちの話を聞きに来るより、こっち目安で来いよ、みたいなね。商品すごいんだよと、じゃーん出ます。あ、値段書いてるわ、すごい。ん、そう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 、わ、でもやっぱしっかりしてる、これさっきのルアーも高いんだよ、あれね、みんなね、うん、みんな高いね、結構なんかね、はい、ごっつり何枚これいいんです。いきましょう。じゃあ一人いきます。はい、最初はグー、じゃんけんぽん、チョキの方、最初はグー、じゃんけんぽん、グーの方、最初はグー、じゃんけんぽん、グーの方、お、決まった、はい、やったー、おめでとうございます。よかったねー、よかったね、パタンとルアーの強さ、よかったよねえ、あのサイズね、こうやってしていいサイズ、おいおい、さらにでかくなった。どうやって、ちょっとやりすぎじゃない、エバーグリーンさん、儲かってますね。儲かってますね、エバーグリーン、エバーグリーン、アトリエさん、あ、アトリエプラ社長。これ全部アトリエ、エヴァグリーン関係ないよ、エヴァグリーンさん、ちょっと、はい、エヴァグリーン気持ち、アトリエさん太ったら、アトリエの社長太ったら行きましょう、はい、あの、もうセントラルさんとかであの買い物してるもうアトリエさんで買ってくださいね、はい、はい、何でも揃ってます、はい、では、イエス、最初はグー、じゃんけんぽーん、チョキの方、いきます。最初はグー、じゃんけんぽーん、グーの方、最初はグー、じゃんけんぽん、パーの方、あー出た、おめでとう、は、初めて言いましたね、初めて、うん、よかったですね、待ってて長い間待ちました、おめでとうございます。よかったよかった、これね、太っ腹すぎて、まだあれだよ、もう何ですか、今度は
なんかさっきのスプレーもついてるし、これは何ですか、バッグ、ああショルダーバッグ、うん、これね、あのいろいろ作ってるんですね、俺ね、これね、普段でもいいんですよね、かっこいいね、黒で、うん、ショルダー斜め掛けみたいな、ね、うん、これね、まあまあいけてるんです。じゃあこのイケてるバッグとスプレーとルアーのセット1名いきまーす。いくぞ。すごいなこれでも、ねね、みんなでも疲れてきません、大丈夫ね。いや疲れないよ、だってこれこういうのもね全然大丈夫、もう全然、もっとすごいの出ますから、はい、いきますよ。最初はグーじゃんけんポン、チョキの方最初はグーじゃんけんポンパーの方、おそれじゃいくよ。最初はグーじゃんけんぽーん、グー、おーすごい、4人の方いきますよ。最初はグーじゃんけんぽーん、チョキない、あーよかったね、あ、あったの、お父さんがよかったんだよねおめでとうございます、頑張りました、すごい、お子さんのおかげでね、すごい商品、おめでとうございます。よし、行きますよ。またなんかおしゃれな、これ。これ、それより、アトリエさん、大丈夫ですかねって感じです。いや、アトリエも儲かってますからね。全然大丈夫。まだまだよ。だいぶやりすぎだと思うよ。だいぶね。これだけ出ないの？多分、今までの世の中でいろいろなところでこうやって、こういうことやったけど、これはもう過去最高じゃなくて、過去何倍最高ぐらい。ねえ、これね。やりすぎ。やりすぎよね。もらっていきましょう。いきますよ。1名の方。最初はグーじゃんけんポン、グー、最初はグーじゃんけんポン、グーの方、最初はグーじゃんけんポン、パー、あー二人ですね、いきますよ。最初はグーじゃんけんポン、グーの方、おめでとうございます。あー、ごめんごめん、嬉しいですね、これはすごい、そうですね。じゃあ、商品がまだ何にも当たってないという方、ちょっと、はい、立ってください。でも非常に少ないのもすごいね。結構ね、非常に少ないのもすごい。ね、そうだよね。ちょっと手を挙げていただけますか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ぐらいですね。じゃあ、その中で、2,4,6,6個ルアーセットがありますので、さっき T シャツかな。2,4,6,7 はい、じゃあ7セットありますので、7人の方にちょっとこちらの方ですね、いいセット残ってますのでお渡しさせていただきたいと思います。8人です。8人、いきましょう、いきましょう、いきましょう。最初はグーじゃんけんポーン、ではチョキの方いらっしゃいますね、もういいんじゃないですか、はい、6人ね、じゃあ前にお越しください。じゃあ順番に、はい、ねえ、はい、はい、おめでとう、6人でーす、はい、はい、残り3人ですね、はい、はい、はい、どうぞ、あ、1、2、3、4人ですね、残り、なのでいいですね、うん、いいです、はい、これ、これぴったりだな、サイズ的に、はい、はい、これいきましょう、はい、あ、スプレー出ます、はい、そう、あれスプレー、あ、一緒なの、うん、じゃあちょっとつけましょう。 T シャツの方ルアーをお忘れになってます、はい、声もだってそう、えらいよかったね、はい、そうですね、うん、そうですね、はい、さあということで、ちょっと太っ腹すぎるよだいぶ、ね、でこれで終わったと思いますよね。まだありましたよね。まだある。あ、僕もあるよ。え、何ですか？ダモンドステッカー。おー、サトシンさんからもプレゼントが出るそうです。何をそのポケットから出る？そんなとこに。おー、すごい。これを、じゃあこれと、あ、このそのセットこれ何人？これとこれとセットにしてですね。10にしとこう、中途半端で、これ持っとってください。じゃあ、いきます。こ
このサトシンステッカーをどんと太っ腹これダモンで、これすごいんだよダモンです。あの紫外線にも強くて水にも強い、剥がれない、色も褪せない、褪せない。じゃあもうバッカンとかに貼っていただいてね、超高級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 。では10名の方に送ります。そうすごいでしょう、サトシンさんも太っ腹でございます。いや全然もうそんなもうすごいやりすぎ、いやもうこれも高いからね。いきますよいきますよ、最初はグーじゃんけんポーン、グーの方、じゃあいきまーす。はい、最初はグーじゃんけんポーン、チョキの方。はい、じゃあとりあえず来ていただきましょうか。はい、はい、セットですね。はい、すごいなこれ。これなんかブログにのねトップのところにもこれ出てますもんね、はい、そうそう、これ生なんでか知らんけど生酢になってます。 なんで生酢ダモンデ、でもダモンデって、はい、なんでダモンデなんですか。名古屋弁で語尾にダモンデって言うでしょ。バーガヤーとか言いますよね。そうそうそう、ね、はい、ちょっと待ってよ、まあとりあえずこれ、じゃあこれあと5人いきますか、もう1回、うん、5枚ある、はい、じゃああと、さっきちょっと割れちゃったので5人もう一度いきます。それではいきますよ、最初はグーじゃんけんポン、グーの方、最初はグーじゃんけんポン、チョキの方、1,2,3,4,5、 はい、微妙、いきますもう一回、最初はグーじゃんけんポン、パーの方、どうぞお越しください。はい、ダモンでーす、テッカー。で、これは何？あ、これサトシンさん。そうです、そうです。あ、で、じゃあもうメインに行こう。はい、行きましょう、うん、さあ、それではこれよりで、メインなんだけど、メインの前にちょっとこれせっかくなのでお越しいただいたので、うん、メインってだってこれ出してもいいのっていうやつがメインだからね。そう、はい、そう、じゃあちょっとその辺説明、ちょっと太っ腹すぎでしょ。ね、で説明、もうメインになんかうーってなってるかもしれんけど、ちょっと今最近こういろいろ使ってるのがあるんだけど、このジャークベイトってこの僕が出してるイージーアクションっていうロットがあるんだけど、はい、いいよ今持ってなくてもいいから、いずれずっと釣りをしてってジャークベイトをマスターしたいなって思うんだったら、イージーアクションに勝るものはないです。これもう言い切れます。日本のっていうか、日本でジャークベイトのロットっていうのは専用というのは初めて出したのがイージーアクション、はい、で最近他のメーカーでもいろいろジャークベイト専用ロットって出てきてるんだけど、はい、ちょっと甘いね。ああ、そうですか。言い切れますね。あだってそこまでやってないもん、みんな。うちこう腕つぶれてるやつ、なんかやりすぎて、ジャークベイトの、ジャークベイト運動量が激しいんで、でその運動量が激しいのをいかに楽にも、あんまり運動しなくてもジャークがずっとこう運動ができるように作ったのがジャークベッドのロットです。だからこれちょっと、まあ、エヴァーグリーンのホームページでも一応説明したのに、普通竿って海の竿でも何でもそうだけど、うん、先重りする竿っていうのはダメな竿じゃないですかね。これわざとね先重りにしてあるんです。これよくガイド見るとガイドがここに6個集中してるわね、うんうん、はいはい、詰まってないですよ、ね、こんな普通この竿ないです、こんな。そうですね、ガイドは等間隔のある程度広げていくんだけど、はい、これはあえて上にガイドをいっぱいつけることによって竿を重くしてるんです、先を。その重くしたことで、この演技が楽にこういける。なるほど、はい、であえて重くするためにこれチタンフレームなんだけど、ここまでは、これステンレスフレームなんですよ。ステンレスの方が重たいんで、わざと重たくしてるんですよ。重りをつけてるみたいなもんですよ。それによってこの楽に演技ができるようにって、うんうん、だからこれでやってると腕にあんまりこう負担来ないですよ、この抵抗のあれです。でずっとことぶれずにずっとやってけれるんです、これがイージーアクションという竿で、うん、まあ間違いなく今後にこれを超えるジャークベイトのロットを作るんだったら、各メーカーさんも真似しない限りにはできないです。これ言い切れます。すごいな、はい、そういうロットなんです。はい、素晴らしい竿を、ね、ご紹介いただきました。もう一つがこのテクニカルアクションといって、
イージーアクションの兄貴分みたいなやつからです。こいつは今度何をしたか言ったら、琵琶湖でやってる人だったらよく分かるんだけど、年々同じ魚なのに魚のパワーがものすごい半端じゃなく強くなってきてるんです。これ実際の話ですけど、昔は12ポンドのら魚が大きくなってきたっていうのもあるんだけど、魚に力がね、多分ね、食生活から全部環境が変わってきてるんです。そうですか。だから釣りやったことない人とか釣りをあんまりこう釣ったことない人によく電話がかかってきて、例えば、秋ぐらいになると、ちょっとウキウキパターンとかしますからねって言ったりすると、あの魚に人間負ける時がよくあるから、あの気をつけて来てくださいねって言って、そんなもん、そんな魚に人間なんか負けるわけないやってみんな思ってるけど、思いっきり負けてますよね。そうですか。こう体で目いっぱいやっても向こうに行く力の方が強いんですよ。で特にカバーが強いようなとこで、あの表層系をやったり、最近フロックとかも流行ってきてるんです。フロックとかもこの出た瞬間に突っ込もうというやつは、もう出てきてるやつは突っ込もうとするのとにかく、それだとイージーアクションのロッドもある程度の力はあるけど、カバーがもっときつくて引き出すときにはこのショートロッドの力があるロッドの方が引き出せれるんですよ。みんなよく長い竿のガチガチの竿でやる人、これが一番強いロッドだと思ってる人いっぱいおるんですよ。だけど長ければ長いほど入る分が多いんで、こう引き出せれないんですよ。力がかかるまでに非常に時間が、タイムラグが0コンマ何秒とか何秒の世界で入られちゃうんです、でみんなショートロッドを非常にこう普通じゃなく思ってきてるんだけど、ショートロッドの方が非常に全ての力を引き出すのには早いんです。でこれ 63MH って6.3 フィートのミディアムヘビーがあるけど、ミディアムヘビーなんだけど、下手な7フィートのヘビーなんかのロッドより明らかに力がある。だから表示で力があるって硬けりゃ力があるんじゃなくて、竿はトルクなんで、いかにこのグーって出せる力がその竿によってできるっていうやつが、だから相当きついようなとこはこのテクニカルアクションっていうやつでやってもらうためにこれ作ったんです。必要あるかどうかって最初に言われたんだけど、本当にこれ今の魚からするとどん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 年々パワーアップしてるんで、そうなんですか。でそのメインに、今年さっき言ったメインにしているこのイージースイミングっていう、まあコンバットクランクの320-400使ったり、スピナーベイト D ゾーンの4分の3オンスとか重たいスピナーベイトも使えて、ラバージグを巻いたり、チャター巻いたり、それからテキサスリグを巻いたりっていう、結構長い割に汎用性があるみたいな。ミディアムヘビーなんだけど、柔軟なミディアムヘビーなんです。こう弾力性があるんです。すごい弾力性があるっていうことは何がいいか言ったら、この巻いてる時の抵抗もないし、魚がグンっていった時に竿がこう弾かないっていうか、よく琵琶湖だとグラスロットで持ってくると釣りにならないんですよ。クランクベイトとかやったらグラスロットの方がいいじゃないですかって世の中で言われてるんだけど、ウィードが切れないグラスロットでは。切った時に来るのに、切った時に食われとってはせっかくのやつをもう逃しちゃうんです。だから柔軟だけどバキバキのやつだとダメなんで、この柔軟かつトルクがあるこのイージースイミングって、これはよくやるんだったらもう絶対になくてはならないロットになってます。もう皆さんそれ気がつき始めてきてますね。もう明らかに今年は特にコンバットクランクが、クランクで言うと今代名詞のように、クランクって言ったら何ですかって言ったらコンバットクランクってみんな言いますから、これエバーグリーンだからじゃなくてそういう風に浸透します。他契約の人もコンバットクランクでやってますからね、実は。はい、それぐらい。なるほど、はい、そのイージースイミングっていうやつを、おなんと、なんとアトリエさんが、すごいですね。これをじゃあこんなん出すの？いいの？だってさっきまでの、さっきまでの見たって、だってすごいんですよ。さっきでもすごいよ、もちろんね、あのルアーも、はい、で出すこれ
知らないですよアトリエさん、うん、あドキドキしてまいりました。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。まあのだけどせっかくねお越しいただいて皆さんはいお話を、うん、佐田新さんからねあのお話していただいて素敵なプレゼントをすごいなこれ7名の方にということでご用意をいただきましたので、これクランクほんでクランクで釣れる人が増えちゃうわ1人、ね、あ1人増えちゃった、うんね、いや本当に琵琶湖に来てもらって明らかにあの釣れる釣れるようになる、その竿でねだいぶ違うっていうのがあるんだよね実際。あそうそうでしょうね、うん、それではちょっとこのスプレーとさっき教えていただいたご紹介いただいたねルアーもつけていきましょうか、はい、の見えるように上げてね見えるように、うん、ねうん、はい、行っちゃいましょう行きましょうか、はい、さあ異様な緊張感が漂っております、うん、いいですかあのお子さんも見えるようにねあのそうよね私えあダメだねいいですよ別に全然いいよこういう時当たっちゃったりするから、うん、じゃあさっきのパターンは関係なしでいきますか、はい、はい、いきますいきますよ、はい、それでは最初はグーじゃんけんポーンチョキの方一気に掘りましたさあいきます最初はグーじゃんけんポーンチョキの方いきなりレディどこレディース女性そして一人だね一人うん一人はいということは決まったおめでとうございまーすはいどうぞお越しくださいちょっとこれはすごいですねちょっとじゃあもうあの上がりいただいて写真撮ってもらえますか、ね、釣りされます釣りされる誰ご主人がやった方がいいんじゃないこの機会にそんなのもあの使ってくださいよえご主人はどなたですかよかったですね当たりましたよ奥さんのおかげで一生頭が上がりませんそう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 一生言うこと聞いてください夏休みは手伝いをしてくださいじゃあちょっとはい私をいただいてちょっとせっかくですので記念のねお写真も皆さんに撮っていただきましょうかお越しくださいはいご家族でへー奥さん全然釣りはそうなんですかもうこれはした方がいいですねえ、はい、ねえぜひいっぺんあの琵琶湖行ってね、はい、佐藤新さんのところ行ってくださいよねえご主人何年ぐらいしてるんです10年ぐらい10年ぐらいもっぱら琵琶湖ではいはい、乗り気もじゃあはい、じゃあお写真の方ちょっと私いただいてね撮っていただきましょうかはい、どうぞよかったですね女の子、お子さん2人でねえ、はい、これ持って女性も多いですからね、はい、今釣りガールちゃんで、うん、これを機会にはい、こっち向いてよ、はい、はい、私ですよはい、ポーズよかったですね。どちらからお見えですか今日静かですか、まあ、この辺もね、いいところありますけど気分転換にちょっと、はい、あの琵琶湖に来てくださいよアトリエさんに感謝ですよ僕は関係ないですからね、はい、僕は常連はい、はいはい、よかったですね。お名前を教えていただいてよろしいですかひばさみさんね、あさっき質問いただいた方です、はい、そうです、はい、ね、これでまたいいロットで、はい、でもさらに上がりますね、はいデカバスってください、はいはい、これ釣れる人になりますね、はい、ということでひばさみさんでしたおめでとうございますさあということで、はい、あとた皆さんおめでとうございました、ね、今日一日もうめちゃくちゃさとしんさんにもいろんなことを言っていただいて教えていただきましてありがとうございました。なんか個人的には物足りないですね、なんかね、うん、なんかちょっとなんかプライベートのことをいろいろと喋り、うんなんかね、なんかちょっとテンションが違うんですよ、いつもと。そうですか。こんなんじゃないですね。何ですか、どんなんなんですか。笑いが。笑いが。
普通は。あ、そうですか。普通は笑い、笑いがわーみたいな。ね、でもいろいろとね、皆さんしっかり聞いていただいて学んでいただいたので、一人で喋らすと偉いことになったね、これ。そうですか、はい、ちょうどよかったですね。ちょうどよかったです。食べるのがいるぐらいで、はい、そうそう、はい、よかったです。さあ、この後なんですけども、サイン会を行わせていただきたいと思います。サトシンさんには、どちらで、こちらですか、ここでよろしいですね、はい、ですので皆さん順番になりますけども、並んでいただいて、サイン会、はい、そしてお写真、お写真、お写真 OK、 何でもいいです、何でも OK ということですので、僕でさえもね、カメラ持ってる方いらっしゃいましたら一緒にお写真を撮っていただけたらいいと思います。さあ、またね、三重にもいらしてください。いや、ちょくちょく来るんですよ。そうですか、はい、はい、あの裏にあの GPI さんっていうのもあるね、あ、 GPI さんのところにいらっしゃって、うん、じゃあ鈴鹿があれですね、結構鈴鹿インター降りてピュッと、うん、鈴鹿しかあんまり知らないです。そうなんですか、あの結構三重ね、いいところいっぱいありますので、美味しいものもいっぱいあるんです。鈴鹿、紀伊長島って、あの紀伊長島は鈴鹿じゃないですよ、三重県、三重県です、うん、そう、だからその2つぐらいしか、はい、あんまり行かない。そうですか、へえ。紀伊長島はなんで、イカ釣りに、あ、イカ釣りもされるんですか。たまにですよ、うん、いいですね、たまに、はい、結構大きいの島方面でね、上がってましたので、はい、またあの来ていただきたいと思います。さあ、それでは、はい、順番にいいですか、はい、それではフリーズ状態なんですけど、どうしたらいいですか。みんな今日はね、あのまあまあ真面目な人が多いんですよ、ま、みんな真面目だもん、いつもだとあのフィッシングショーとか来ると、はい、もうこのバカなおっさんのなんていうかな、その冷やかしいとか多いんです、あの、はあ、いけーみたいな、その感じ、みんなあの上品ですから、もういやーみたいな、いや、もう上品ですから、はい、今日は、今日のお客様は多いです、はい。さあ、それでは、はい、さあ、それではこの後はサイン会の方に入らせていただこうと思いますので、たくさんサインの方もいただいてください。ということで、一旦ステージの方は終了させていただきます。ありがとうございました。